ストーブリーグに入り、各球団の動きが目まぐるしいです。阪神も例外ではなく、大山雄介、原口文人の FA、 DeNA から戦力外の楠本大志の加入などの動きを見せています。来季に向けて阪神が抱える問題はショートと正捕手問題でしょう。そんな中、一人の若虎に期待が寄せられています。未だ一軍経験はありませんが、二軍では着々と経験を積んでおり、好成績を残しています。今回の動画ではその若虎を徹底解説します。そしてどんな起用をされるのか、レギュラーになれるのか検証していきます。この選手がついに能力開花する。この選手の名前は中川隼人、20歳、高卒3年目、京都国際高校、2021年ドラフト7位、愛知県小牧市出身。中川は兄の影響で野球を始めて、ひたすら白球を追いかける日々を過ごしたといいます。中学校は愛知美州ボーイズに所属。3年時の中日本大会で1試合2本塁打を放つ活躍をしたことで、京都国際高校の関係者の目に留まり、京都国際高校に進みました。高校は1年秋からベンチ入りして、2年秋に正捕手に定着。3年では攻守ともに活躍を見せ、1つ年下の森下龍大、 DeNA 2022年ドラフト4位とバッテリーを組み、春夏連続の甲子園出場。中川は春の甲子園で決勝打を放ち、甲子園初勝利に貢献しています。最後の夏の甲子園では準決勝で前川右京を擁する智弁学園に敗れ、優勝は逃しましたが、スカウト陣からは172センチと小柄な体型ながら、高校通算18本塁打のパンチ力と、プロでも速い部類に入る二塁送球タイム 1.8 秒台の強肩を披露したことで注目を集め、打撃守備ともに一級品の力を持つ正捕手候補であり、将来のチームリーダーとしての役割も期待できるとスカウトから高く評価されました。18本塁打のうち9本が3年生になってからということで、今後の伸びしろに期待を込めて21年ドラフト7位で阪神に入団しました。プロの世界で早速強打を見せつけて、ちびマルテと言われる。1年目は2軍で12打席連続安打とプロの壁にぶつかりながらも、最終的に2軍戦で50試合に出場して、打率2割9分5厘、3本塁打、15打点を記録。当時1軍で活躍していたマルテになぞらえて、ちびマルテと形容されるほどの存在感を見せました。守備面でも今季引退した秋山匠を中心に、1軍での経験豊富な投手とバッテリーを組み、自慢のインサイドワークと強肩を披露。首脳陣も高く評価しています。プロ2年目となる2023年は、当時監督の岡田彰布氏から、打撃がいいな、小力がある、使えるかもな、捕手は経験やからなと太鼓判を押され、シーズン途中に3番手捕手として1軍へ昇格。結果的に試合出場はありませんでしたが、ブルペンで1軍レベルの投手の球を受け、経験を積みます。球団としても中川を将来の正捕手候補として成長させたい、そんな意思を感じます。そして3年目となった今季も攻守で躍動。2軍戦のみの出場ですが、打率3割2分1厘、本塁打4、打点28、 OPS920 の好成績を残します。フェニックスリーグでも出場2試合連続本塁打を記録するなど、好調を維持しています。守備面ではリード面とスローイングの甘さを感じる部分もありましたが、入団当初の試合動画と比較すると、堂々とした立ち振る舞いで投手をリードしているのが分かります。平田2軍監督は、バットのヘッドの使い方が相変わらずうまいね、十分打てるキャッチャーとして魅力があると絶賛しており、順調に将来の虎の正捕手は成長してきています。秋季キャンプが転換期となるか、そんな期待を持たせる3シーズンを過ごした中川ですが、実は今転換期にいます。10月27日に行われたフェニックスリーグのロッテ戦で右手に死球を受け負傷。それを見た藤川新監督が、手を痛めているのでできることが限られる、
これを一つのきっかけに、と中川の打撃力を生かし、来季の出場機会を増やす目的で捕手登録のまま秋季キャンプ中に外野に本格挑戦させると明言しました。中川自身は、試合に出てなんぼなんで、どこでも守れるところを見せて一軍で活躍したい、自分の持ち味はバッティングなのでそこを伸ばしながら、とコメントしていますが、外野守備は小学生の頃に遊び程度にやった程度とのこと。11月1日の練習では熊谷の外野手用グラブを借り、筒井外野守備兼走塁チーフコーチとマンツーマンで基礎練習を繰り返す姿が見られました。しかし、このコンバートが成功すれば、藤川新監督が素晴らしいと絶賛する打撃力を一軍で生かすことができ、一軍の打線に厚みが出ます。また一軍での経験値を得られて、チームにとっても中川にとっても良い相乗効果を生み出すのではないでしょうか。今後の展望、意外なライバルが登場でレギュラーになれるか。今後の捕手の起用ですが、基本線は梅野と複数年契約を結んで残留となった坂本との併用が続くと考えられます。しかし、梅野、坂本ともに30歳を超えており、かつ打撃面で大きな不安があります。特に梅野は衰えが目立つ状況です。 V 奪還のためにも星の世代交代が必須と言えるでしょう。元ロッテの里崎氏も、栄田、藤田、中川から一人でもいいからシフトチェンジできるかが勝負と語っています。さらに藤川新監督の構想で興味深い点があります。球団 OB の鳥谷敬氏との対談で、監督は次のような発言をしています。栄田が成長してきてて、紅白戦でも面白いリードをしていた、内部評価がすごい高い選手、あとは経験が必要。こう発言している以上、里崎氏の言うシフトチェンジする選手で最も当てはまるのは栄田となってくるのではないでしょうか。栄田は今季2軍戦で82試合に出場、打率2割7分4厘、本塁打3本、打点32と、捕手として見るとまずまずの成績。打撃面だけで言えば、正直1軍で使っても梅野、坂本と同等、またはそれ以上の成績を残すことはできるでしょう。ただ栄田は来季27歳で、年齢的に数年後にはまた世代交代を考えないといけなくなります。そのため中川についてはまずは右打者の代打要員として起用し、あるいは前川右京との左右打者の相性を考慮した併用により、一軍での実戦経験を積ませながら打撃力の向上を目指します。そして捕手として成長し信頼できるようになった時に中川にマスクをかぶらせる、そんなプランを藤川新監督は考えているのではないでしょうか。将来の正捕手へ。11月12日、すでに中川は契約更改を済ませており、20万円増の540万円でサインしました。バッティングは申し分ないと言われた。一軍で数字を残せる選手になりたいので、来年一軍完走できる力をキャンプから身につけたい、と来季への思いを語っています。もちろん将来的には打てる正捕手として活躍してもらいたいですが、監督の発言から考察するとまずは外野手からになりそうです。森友哉も外野をやりますし、原口文人も外野や一塁をやることもあります。捕手は埋まりがちなので、出られるポジションで試合に出て強打を見せてほしいですね。阪神期待の若手中川隼人についてご意見やエピソードをご存知の方はコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録10万人を目指しているので、ぜひチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。